ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。いつもコメント高評価ボタン本当にありがとうございます。引き続きタミヤマクラーレンセナの制作を続けていきたいと思います。今回は主に組み立ての攻略ポイントとエッチングパーツの自作の仕方、それからカーボンパーツを表現するカーボンデカールの貼り方をご紹介していきたいと思います。いろいろパーツを切り出して各ディテールを見ていきましたが、さすがタミヤさんだなという素晴らしいクオリティをしています。例えば裏側のアンダーパネルに関してもしっかりとですね、この空気が抜ける穴、そして上に反り返ってダウンフォースを生む、そういった形状もねちゃんと再現がされています。プラモデルを作る上級者の方であれば、こういった押しピンの処理、パーティングラインの処理、そういったこともやっていくわけなんですが、私もねしっかりやろうと思ったら、タミヤさんはねすごく考えていて、実際こうパーツを合わせてみたら押しピンはねほとんど見えないような設計になっていました。このフロントバンパーのねこのパーツに関しては両サイドだけ押しピンの処理をすれば良いようです。それからパッケージを見ていただければわかるんですが、ここに合わせ目ができるんですけども、で私もパッケージをしっかりと見る前は思わずここを時パテなんかで埋めて合わせ目消しをねしなきゃいけないのかなと思ったんですが、そこはね本当タミヤさんよく考えているんで、合わせ目消しをねしてしまわないようにした方がいいと思います。リアウィングのこのパーツの裏側は押しピンの跡がねどうしても残ってしまったようで、ここに関しては時パテをね塗ってあります。で後ほどしっかりと乾燥したらサンディングして形をね整えていきます。まあリアウィングに関してはどうしても合わせ目消しと裏側にも溝がねできてしまいましたので、そこはパテで埋めて、処理してあげた方がいいかなと思います。私もねこのパーツがなぜ分離されているのかね最初分からずに接着していこうと思ったんですよね。それから窓の下にもね接着するパーツがあります。これはなぜ別パーツになっているかというと、今回のクリアパーツは接着剤不要のはめ込み式というのがねほぼ採用されておりまして、ヘッドライトに関しても差し込むこういったね打棒がありまして、なので差し込むことで組み立てができるようになっています。サイドガラスについてもこういった突起がね一部あったり差し込む打棒がついているので、クリアパーツをはめ込んだ後に抜け落ちないようにかぶせるような構造になっていますので、先に接着して作ろうと思ってしまうと後々困ることになりますので、その点は気をつけてください。こうして説明書を見ると真ん中の部分がツヤありの黒、前後がセミグロスブラックの指示になっておりますので、いろんなパーツをね思わずつけていきたいところなんですが、そういったクリアパーツをはめ込み式の組み立て方法になっていますので、組み立て方にはちょっと注意していただければと思います。私はね割とランナーからどんどん切り離しちゃって、ゲート処理、パーティングライン、今回は少ないですけどもバリ、そういったものね処理して組み立てをしていきたいタイプなんですけども、まあ、こういった特徴的な大きなパーツで迷うことのないものはね皆さんどんどん切り離すとは思うんですが、いろいろ部品をバラバラにして部品迷子にならないコツとしましては、できるだけ実写の写真や動画を見てどういったパーツ構成になってるかっていうのはねできるだけ見ておくとパーツの迷子というのはね減るかなと思います。それから実写の写真や動画を見てもよくわからないこういった内部構造ですね、こういったものは一度ランナーから切り離した後に説明書を見ながら、こういった具合に組み合わさるんだなということは一度頭に入れた上でゲート処理、安い掛けをねしていっています。そうするとね割とその日中もしくは翌日までぐらいだとね、そんなにパーツ迷子になることはないかなと思います。話ばかりだと作業が進まないので、組み立てもしながらやっていきたいと思います。こういったパーツは机に置いた状態で貼り合わせてあげるとうまくつくかなと思います。まあ、こういう組み立て方をしますと割とこのパーツはね簡単に組み上がるかなと思います。補強の意味を兼ねて裏側からね流し込み接着剤を塗っておきます。まあ、流し込み接着剤は可能な限り裏から塗ってあげるっていうのはねポイントかなと思います。表面から塗ってしまうと仕上がりね影響しやすいので、裏側から塗るっていうのはねポイントかなと思います。開封動画の時に仮組みをねちょっと躊躇しちゃったのは、ドアのパーツなんかはですねこういった具合につくんですけども、黒い樹脂のね成形色のパーツ、
こういったものを取り付けてからこのパーツをつけないと組み立てられないような設計になっているんですね。でそうなりますと当然塗装してから接着をしていくことになりますが、こういった接着に通常のタミヤセメントを使ってしまうとはみ出てきやすいという問題がありますので、裏側から流し込み接着剤をつけてあげるというそういった組み立て方法が必要になると思います。せっかく塗った塗料がね溶けてしまうという心配があったり、裏側から流し込み接着剤を塗れないという箇所に関しては透明のゴム系の接着剤というのもねありますので、こういったものは用意した方がいいと思います。カーボンデカールをね貼る準備として可能な限り組み立てられるところは組み立てていきたいと思います。こういったパーツはね通常のセメントと流し込み接着剤を併用していく感じですね。フロントバンパーに関してはね、この角の部分も別パーツがね用意されていて、かなりタミヤさんの本気度を感じますよね。模型とはいえエアロの構造もかなり忠実に再現しているんで、作っていてもね本当勉強になるし楽しいかなと思います。ラジエーターのファンの形状、これもねかなり緻密に作られていますね。ルーフのパーツも組み上げていきます。続いてはメッシュタイプのエッチングパーツを使いまして樹脂成形から置き換える方法をやっていきたいと思います。まずはこれフロントのラジエーターの部分ですね。マスキングを貼りまして周りの余分な形をね切って型取りをした状態になっています。エンジン脇のダクトに関してもこういった具合にマスキングを貼ってカッターで余分な部分を切り取って型取りした状態になっています。そして型取りしたマスキングテープを剥がして、エッチングパーツに貼り付けます。このメッシュ素材はかなり薄いので普通のハサミでも切れますけども、切れ味が悪くなっていくので古いハサミを使うことをお勧めしますし、金属を切るハサミがあればより便利かなと思います。このような方法をやりますとほぼ同じ形状のメッシュパーツはね簡単に作れてしまいます。マスキングテープ剥がします。このようにしますとね割と簡単にメッシュパーツ製作することができます。タミヤさんはこの裏側のラジエーターのパーツも用意してくれていますので、この内側をピンバイスやルーターでくり抜くことでこのメッシュ素材を貼れば裏側のねラジエーターも透けて見えるようになります。ちょっと時間かかりますので次回までこの中はねくり抜いておきたいと思います。ボンネットにつくパーツになりますが、こちらのねカーボンデカール貼っていきたいと思います。まずこういったね非常にシンプルな形状であれば似たような形にカーボンデカールをカットします。シンプルな形状であればカーボンデカールを似たようなね大きさに切り出しておきます。デカール類は冷たい水だとなかなか剥がれてきませんので、ぬるま湯を冬場は用意した方がいいと思います。それから樹脂そのままに貼るよりは一度黒のサーフェイサーをね拭いたりして、カーボンデカールが貼り切れずに隙間から見えてもかっこ悪くないように樹脂そのままに貼り付けるのではなく黒のサーフェイサーなんかね拭いてあげた方がいいと思います。水に浸しすぎて糊の成分が溶けてしまった場合以外はデカール糊毎回塗る必要はないと思います。こういった単純な形をしているようでわずかに湾曲していますので、やはり軟化剤は塗った方がいいと思います。綿棒を使う方もいるとは思うんですが、私はね割と綿棒は使わずにこういった具合にハケでね撫でて水を抜いていくことが多いです。マークソフターの効き目が出てくるまで少し時間かかりますので少し置いてあります。こういった具合に周りが少しですねしんなりして下に垂れてきたらマークソフターが効いてきた証拠になります。できるだけ中心から外側に伸ばして
側面にも貼り付けをしていきます。冬場は寒いと馴染みが悪かったりしますので、少しドライヤーを当てて温めてあげるとよりフィットしやすくなる気はします。続いてはインテリアのセンターコンソールですね。先ほどのボンネットのフードのパーツであれば割と平面だったので1枚で貼ることができますが、こういった複雑な形状になりますと各面の形状に合わせたデカールをね、切り取る必要があるかなと思います。こちらもエッチングパーツの型取りと似たような方法でマスキングを一旦貼って余分な形状をね、およそカットします。型取りを終えたマスキングテープをカーボンデカールの裏から貼りまして、一緒にカットすればおよそこの形状のね、ものは作れるかなと思います。ただしマスキングテープの型取りの注意方法がありまして、型取りしてこの表面の方に貼れれば同じ形作れるんですけども、基本的に反転した型取りになってしまいますので、左側を型取りしたら右側のカーボンデカールができてしまいます。その辺はちょっと反転してしまうので、左右対称のパーツ形状のものの時に有効な型取り方法になります。ここの面に対してはあらかじめ別なカーボンデカールをちょうどいい大きさに切り取りまして貼り付けた状態になってます。同じようにマークソフターを塗っておきます。こちらはパーティングラインがね、かなり側面にありましたので、一度サンディングしてクロサフをね、拭いたパーツになってます。同じように貼っていきます。こういったように自分でカットをしなくてもですね、ゆくゆく社外メーカーからカーボンデカールっていうのはね、発売されることが多いんですけども、ただしですね、今回のマクラーレンセナに限ってはカーボンパーツが多いプラモデルになりまして、社外メーカーからカーボンパーツが出たとしても、もしかするとキットを超えるようなね、カーボンデカールの金額になってくるんじゃないかなってちょっと思います。表面からもマークソフターを塗って柔らかくしていきます。基本的にマークソフターもカーボンデカールはね、柔らかくなって破れやすくなりますので、ちょっと注意しながら塗る必要があるかなと思います。まあ、あとは乾いてからでいいんですけどね、接着面とか各パーツが合わさる部分に関しては後々パーツの合いが悪くなってしまう場合もあるので、接着面とかね、あとパーツの入りがきつくなってしまいそうなところはカーボンデカールを貼らないようにしたり、デカールが乾燥してから削り取ってあげるというね、作業はしておいた方がいいと思います。コメントでマクラーレンセナ予約したとか購入したとか届きましたという声がね、コメントいただきましたので、もし制作における気になることがねあれば、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。私も先行して作っていて何か気づいたこと、答えられることがねあれば情報共有したいと思いますので、ぜひコメント欄に何かね質問を書いていただければと思います。側面につきましてはデカールが指につかないように濡らした指を使いまして折り込んでいけば、比較的ねうまく形状に貼り付いていくかなと思います。まあ、ヘッドライトに関してはちょっとね複雑な形状してますんで、いくつかに貼り分けないとうまくいかないかもしれませんね。とりあえず目検討で少し大きめに1枚ね乗せてみました。まずこのヘッドライトの上を向いてる面ですね、まずこの下をね密着させてあげた方がいいと思います。内側にえぐれるように上側もカーボンパーツになっていますから、少しずつね沿わせて横面上面とデカールをなじませていくといいと思います。たまに切れ込みを入れてあげてよりなじむようにするといいと思います。そうするとね途端にこううまく曲面にねなじんでいくんですよね。で無理せず一旦マークソフターが馴染むのをね待ってあげます。ヘッドライトの中ですね、ここは不要になりますのでデザインナイフなんかでカットしておきます。割とヘッドライトもね綺麗にカーボンデカール貼れたと思います。
おそらくですね、この上の部分は組み上げてしまうとボディに隠れて見えないと思いますので、上はいいかなと思います。もしちょっとね、また組んでみて見えるようだったら貼りたいと思います。下の方も同様ですね。下の方もおそらくそんなに見える場所ではないかなと思います。同様の方法でシートもね、背中の部分カーボンデカール貼ってみました。かなり曲面なので、うまくマークフィットも使いながら貼っていきました。もともとこう隙間がね、空いているようなシートになりますので、部分的にデザインナイフを使いまして、シートベルトを通すこの切れ込みも入れていきます。こういったところももう一度軟化剤のマークフィットを塗って溝に沿うようにしていきます。フロントバンパーに関しましても、こういった形でいくつかに分割して貼っていって、この部分もね、象徴的で見える部分になりますから、この横もね、次回までに貼っておきたいと思います。作業中どうしても糊の成分が表面に残ってしまうことがあります。60度ぐらいのぬるま湯で拭き取ってあげると綺麗に取れる場合が多いと思います。かなり曲面にはなりますが、マークフィットもうまく使うとシート形状にね、貼り付けることができます。この下の方はね、特に貼る必要はないかなと思います。また次回はね、このメッシュパーツをここに取り付ける方法なんかも引き続きやっていきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。マクラーレンセナ完成まで楽しみにしていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。